が、ネイルからの批判に、強烈カウンター WWW。ユーロ開始前に、パリ・ネイルがククレゲを批判。スペインが優勝できないと思ってる理由の一つは、ククレゲだ。彼は明らかに実力不足。これに、ククレゲがユーロ優勝後にアンサー。最後まで頑張ったよ、パリ、サポートしてくれてありがとう。ククレゲはネイルを打ち負かした。優勝した時より、この開始した時の方が気持ちいいだろ。ネイルは逆張り好きだからな。グリマルドが出れないくらい、ククレゲの活躍がすごかった。これほど躍動するとは誰も思わなかったはず。正直ユーロ最優秀に選ばれてもおかしくなかった。決勝でアシストっていう数字でも結果残してる。ガリネリは引退してからずっとネタキャラなの好き。そもそも、チェルシーにいる時点で弱点になるような選手じゃないだろ。イングランドは監督問題に悩まされてるのに、ネイルみたいな好き放題喋るコメンテーターの多いの草。このククレゲとパーマーがいて、プレミア6位のチェルシーやばくて草。ククレゲは久保がヘタフェに加入した時も仲良くしてくれてたから良いイメージしかない。バルサ出身だから足元の技術あるのもでかい。ドイツ戦のハンド疑惑あってからずっとブーイングされてたよな。来季のチェルシーに震えて待て。